じゃあもう一回、こんにちは、おはようございます。テイク2 1回目なんとメモリーカードが入ってないという恐ろしいことが途中までで映像が止まってしまうというですね、面白いことあります。とりあえず新規参入の方とか、あとちょっと迷ってる長年、ね、いろんな人からいろんなこと情報がまあいろんなこうそれぞれに入ってきてるんで、で現場で一番簡単にできる方法っていうので僕はずっと長年やってる方法を今からやっていくんで、ただオリジナルじゃないですよ、まあ、これってもう何十年も前からみんなやってることなんで、ただやっぱその新しく入った人とかはちょっと分かりにくいかなと、まあ、そういうのはもう当たり前になってて、わざわざそれをこう動画で出すっていう人はあんまりいないからですね、一応やっていきたいかなと思います。それでは今からやります。でですね、現場に着くと、基本的には、まあ、竿からメインラインが出て、ここから先がリーダーになるんですけど、まあ、ベイトでもスピニングでも同じですよね。と、基本的に僕のノットっていうのは FG ノットなんですね。で FG ノットからテーパーリーダーもしくはストレートリーダーを結んで釣ってるのが常です。ですので別にその特別強度が必要とかいうわけでもなくて、まあ、ボトルネックがどっちにしろメインライン側とか竿とかにあるからそんな強くなくていいんですよね。で一番僕が重視してるのは素早く釣りに復帰できることで、もうどんなノットが強くても水の中にルアーなかったら何も釣れないですからね、まあ、そこをすごく重視してます。で今からやります。でまずですね、僕の場合ラインこう通しますね。でよく見るとなんかこうふにゃふにゃの状態でこういろいろする人がいるんですけどね、で僕はだいたいこう張ってます。必ず張ってます。だからこういうふうにこうやって張った状態でやってます。こうですね、これが張ってるっていうことです。今ライギョロッドだからこうやってるってわけじゃないですかね。でまずじゃあ行きますよ。いいですか。まずこう背中側からクロスしてハーフヒッチ1回、ハーフヒッチっていうかですね、まあ俗に言う団子結びですかね。これ2回やります。2回ですね。これでこの状態になってます。2回団子結びで、ここを、まあ、気持ちちょっとこう強めに引っ張っておきます。竿を折らないようにしてください。で、次にそこから30センチぐらい残しておいたやつをずっと巻いていきます。で自分はですね、こんな状態ですね。これ若干こうシフトはしていいと思うんですけど、伸ばしたりいろいろできるんですけど、まあこんな状態ですね。短い方がやりやすい方は短くしておいてください。常に要するに竿側は自分両側これずっとピンと張った状態ですね。でそれをこうクロスでねじっていきますけど、このふにゃふにゃの人はですね、多分こう自分でこう糸を拾いに行ってるはずなんですよね。で僕はそういうことしないんで、指の腹の中でクロスをずっと作っていく。で指の腹の中でクロスを作るっていうことはどういうことかというと、こいつがふにゃふにゃだった場合、これ外にあるとチュルリンってこう逃げてしまうんですよね、クロスのテンションで。だからとりあえずこうでたまにこう指の腹で押さえながらキュッとか引っ張るんですね。で長さが足りなくなったらこうほどいて、こっち側をほどいて長くして、またさらにクロスを続けていくと。だいたい目安としてクロスの数が15から20ぐらいですね。15クロスから20クロスと。クロスですね。1回表裏、表裏で、表裏で2回ですから、ね、そういう意味で、
15クロス、要するに7周ぐらいしてるってことですね。7周から10周してるということです。で一旦こう張った状態でこの状態になります。ハーフヒッチで止めて、でそれをビューッと引っ張るんですけどでこの時にちょっと締め具合が甘かったりするん でみんなほらあの僕みたいにあの手が丈夫な方じゃないかもしれないので、こうやって巻いて一旦巻くんですよ。一旦巻いてここに持ってくるでしょ。一旦巻いてドラッグで押すす目がかり切るときみたいにギューッと引っ張って、そうするともう一気にリーダー持ってるからガッツリそのドラッグではもうドラッグが出るだけ合わせてもいいし、指でさらにこう強く振っても OK ですね。そうするとここががっちり止まるわけですね。だからドラッグ使ってる以上ここから結び目は動かないということです。で最初にあのハーフヒッチを2回してるからボトム側もしっかり締まった状態で動かない状態になってる、まあ、これが利点ですね。でそこからもう一回こう出してこう出すと、出した状態でですね、あとはエンドノットをしますけど、これがエンドがあのエンドにうるさいエンド奉行が結構あちこちにいるんで一応言っときますけど、全部片側で OK です。要するに同じ側で片々で OK。いや違うよってみんな言うかもしれないですけど全然関係ないですこれだって今までで、ね、これで困ったことなんか一回もないですね。真面目な話、それぐらい必要がないですね、まあ、さっさとこれ結んで早く投げようやって感じなんで、でまあ10回ぐらいやったら根本的にですね10回ぐらいやったら切りますよね。で本来はもうここからまだエンドノットこうする人もいるんですけど、まあ、僕はあんましませんね。どっちにしろほどけてきて少しこうペロペロが出始めるんで、ハーフウィッチが甘いからですね、とそれ切っていけばいい話なんで、あんま重要視してないです。結び替えればいいんで、僕はだいたい1分から2分ぐらいで復帰できるんでこの状態にですね。でたまには結び替えてないと、まあ、基本的にはほらこれリーダーなんで、こうリーダーここまで擦れたりも当然してるわけだから、結び替えないと、まあ、そこから切れたりしますからね、まあ、そこはもうしょうがないかなと、まあ、ほぼ結び替えませんけどね。で、僕が習ったノットでいくと、マグロ釣りの船長に習った時はこう2周して頭 あのストレートがちょっと残ってるところに帽子みたいにかぶせると、2周回せると、もう一回かぶせると。当然ここ張ったままですね。張ったままじゃないとこっち側が結ばってしまいますんで、であとはハーフウィッチを何回かすると、これで終了ですね。よし、こんな状態です。わからない人もいるんでちょっとどうかなと。そしてですね、そのままの流れでいきますけど、あとルアーですね。ルアー結びます、なんとか最強ノットとかいろいろ言われますけど、これは昔からあるノットなんでどうでもいいですけど、まずハーフヒッチを作る、ね、そしてこう通して戻しますけど、出た方の反対、こっち出てますよね。こうループに対してこっち側が出てるんで反対から入れます。反対側から入れて締めると、ある程度締めます。ある程度締まってますけど、まあそこまで強く締めてないで、2回回した後にまたループの中に先っぽを戻すですね。この状態でもいいんですけど戻してます。戻すとどうなるかというと、ここで枕になってこう、ここが要するに魚が引けば引くほどこれ抜けなくなるんですね。だからここループはそんなにむちゃくちゃ染み込む必要がないんですよ。
で一回一回締め込むから こっから先こう切って結びかえなきゃいけないけど、この状態で1匹2匹釣ってもほどけばまた元に戻るというのがこの利点ですね。もう一回いきますよ。まずこれループを作ると、ループにループからその先っぽのひげを入れて反対から入れたら、そこからまた両方ともメインラインをクロスした状態でもう一回穴に戻す、締める、終わり、この状態です。でなぜ反対から出すかっていうと、このループの形見たら分かるように左右対称にほぼなってるんで、ね、ルアーの泳ぎが良くなりやすいですね。これは先っぽが多分40号ぐらいなんで、まあ、こんな状態でほら偏ってしまうんですよね。すると、スイミング用 そのビルがついたりそのリプレスとかだと小さいルアーだとこう片側泳ぎしてしまうんですよね。それなぜかというとセンターがこう引っ張る方向に対してそのテンションが違うからですね。そうなるとそういう場合はこうやって指でこうやってこねてまっすぐになるようにしてから泳がす。そうしないとうまく泳がない。だから大きいルアーはもう自発的になんか自動的にこう引っ張られるんでまっすぐになりやすいんですけど、まあ、小さいルアーをその太いリーダーで使う場合はそういうふうにしてください。ちょっと分かりやすいように硬いやつにしてみましょう。これですね、リーダーが踏んでて足踏んで、そう、ね、まずちょっと体折りしてないと。これがリーダーですね。リーダー先っぽをまずハーフヒッチで2回結ぶ、ここからですね。そこからピンと張った状態をキープしつつこっちをやると。ちょっとあんま長いんで少しこの辺でアジャストしますけど、でここで一回こう強く引っ張って、あとはクロスで編んでいく。最後エンドノットでピチッと止めていくと、こういう状態ですね。こういうふうにクロスが出来上がり、わかります。あとはこれを一旦こう締め込んでから、これカーボンなんで締まらないですねまあまあそれでもまあくっついてはいるはずなんですけど、でこれをハーフイッチするときに自分はリーダー硬いわけですよね。硬いんで軽く人差し指、左手の人差し指の腹で線をします。だからこう一旦こう結び目を作ろうとして、そこから線をしながら頭側で止める。でもう一回ハーフイッチをして頭側で線をして止めるです。必ずもうその癖がついてしまってるんで、そうすると綺麗に先っぽに行かずに止まります。そうですね、必ずですねこう人差し指で線をしてから止めると。まあこれがコツですかね。早く風吹いてるビュービュー吹いてるともうこの糸がピュピュとこうどっか行ってしまうからやりにくくなるんで、まあ、なるべけそういう固定する場所を増やしたいっていうのがまず一つですね。だから竿先でラインをちゃんとこう引っ張りながらもやっていくっていうのが通常の今の僕のスタイルだと思います。ですね。まあこれ右左やりたきゃやっていいですけどね、それはゆっくりやっとけばいいです。僕はそれをやらないんで。でも全然引き抜けないです。クロス止まってますからね。
で僕のノットは引っ張ってる時に、まあ、要するにこうタイトしてる時にもうすでにかなり締まった状態でもう食い込んだ状態をさらにちょっとだけ最後締めるっていうのが肝なんで、まあ、なんすかふわふわをこうふわふわにしてこうクロスクロスクロスをこうずっとふわふわにすることがそのいい結果を生むわけじゃないですね。全体的に締まってることによって結び目がずれないようにするっていうのは大事なことかなと思います。別にそのめちゃくちゃ強くないですよ、まあ、うまくいって下手したら8割ぐらいいくかなぐらいの感じなんで目安的にはですね、まあ、それでもボビンノットと引っ張り合いしても割とボビンノットが切れたりするっていうのが面白いですからね、まあ、要するに人によってムラがあるんですね。だから締め込み方がやっぱその結び目の中で糸が動けば動くほど切れやすくなると、どんなノットもですね、ビミニツしても穴開く感じの編んでると基本的には左右がずれたりするんで、まあ、それで切りやすくなったりとかですね、まあ、ノットっていうのはそういうところをちゃんと押さえておけばうまくいくというところでございます。以上ノット講座でございました。ありがとうございました。